久保さん。まあ、このやりとりが続く限り、マトリックスは出てくるでしょうね。<laughs> そしてこの、マトリックス空間で <laughs>、ね。まあ、あの、30年後、40年後、なんか全てが、謎が解明されて、この空間はマトリックスだったみたいなね、そもそも。ね、久保さんね、そもそもマトリックスでしたみたいな。 はい、今回はね、ブ、ブっていうね。まあ、これ僕の出版した本なんですけど。はい。はい。こちら。ここに書いてあるんですけど。100時間以上の講義と100万円以上のノウハウを無料で差し上げるので、そちらを見てください。吉田さん、そんな情報を無料でプレゼントしたら商売できなくなっ,てしなっちゃうじゃないですかと。 言ったでしょと。インターネットマーケティング最強の戦略はギブかける1 0 0 100で足りないならもっとやりますけどねと。だってコストゼロでしょと。はい、ここにギブテイクっていうのは書いてないですね。ギブかける1 0 0で100で足りないなったらもっとギブするっていうね。この締めくくりですね。 まあほんとね、ギブアンドテイク、まあ人脈って、なんか面白いですよね。客観的に見ると、テイクがある人、なんかメリットがある人が人脈っていうね。<laughs> そう。人脈の意味って、うーん、メリットがある人が人脈っていうね、うん。じゃあメリットがない人は人脈ではないっていうね。じゃあ友達、友達って人脈じゃないのかなっていう。なんか不思議ですよね。うん。そう。 だから、久保さんと僕の関係はもう、何もね、このやり取りしても、あんまメリットあるのかなっていうと、そんなないんですよね。だって、そもそも、商品を販売するために、このシリーズを始めたんですよ。で、僕も商品売るときに、必ずシリーズを作ってなんかこう、動画撮っていくんですけども、もう、商品販売は4年前に終わってますから、そう、平成の時に終わってるんで <laughs>、令和からはずっと無料っすね <laughs>。 億万長者合宿、令和、令和版はずっと無料っていうね。<laughs> ずっと無料っすね。まあそのうち有料やるかもしれないですけど、でもそれ気が合わないとね。やらないんで。うん。まあそれでもね、続けられるのはやっぱこの、なんか久保さんも言っていただいたんですけども、確かに、確かに人生で生きてきてね、こういうやりとりができる人っているのかなと、果たして。まあ世界って70億人ぐらいいて、まあ、 人は多くいるんだけども、このやりとりが続く続けられる何のメリットもない。もう商品販売終わっている。<laughs> そんなメリットが何もないのに、このやりとりを続けられる人って、いるかなってったらいないんですよね、多分。まあ、いたとしても見つけられるかって話なんですよ。だから、まあ、ね、多分まあ、これはね、うーん、まあ、感覚的なとこですけど、やっぱその、まあ、よく言ったりするんですけど、 あのこの「明朗のローがついてるねこの漢字のセンスが一緒だったっていうそもそも親がね大体いいこのね「明朗のローがついてる人しかわからないのがあるんですよ大体いい太郎のこっちのね山本太郎のこの太郎のローになるんですよ月編に月で書いてくれる人ほぼいないですねそうだからこのなんかそれも一緒それも一緒っていうのもね まあ、生まれもね、10月一緒ですからね、久保さんと生まれの月が。なんかまあ、まあ、なんか、なんか、運命は、まあ、漢字が、名前の漢字が一緒ってね、まあ、あまりないと思いますよね、そこまで。しかもね、牢が一緒って本当にないでしょ、あんまり。月はね、月はあんまないですね。そう。だからまあ、まあ、ありがたいなと思いますね。まあ、この、 何もメリットがなくても続けられるっていう、この関係性が、人生の中でね、大きな、まあ本当に財産というか、うん、まあ思い出ですよね。いい、いい思い出というか、なんか無意味なことですら続けられる関係性。意味がないけどやれる関係性。<laughs> うん。で、しかもお互いに依存もしてないし、好きなようにやってるし、うーん。 ま良かったなと思いまますねまさかね、久保さん側の時コメント書いてる人とこんなね、やりとりをするとは、1ミリたりとも想像はできなかったですけどね、もう変な人でしか思ってなかったですからね、広島に久保さん、久保っていう人がいなんだこの人みたいなね、<laughs> 朝からずっとコメント書いてるよみたいなね、<laughs> もう10年前ですか、ね、10年後こんなことやってんですから、 本当人生って何があるか分かんないですね。そう昨日、久保さん、あれなんですよ。僕ね、車をね、また、あの、整いまして、あの、パーツが届いたんですよ。でパーツ全部つけて、で、車高調あの、足回りも変えて、めちゃくちゃいいっすね。で、ホイールも変えて、まあ、ホイールね、ホイールとタイヤで80万、まあ、消費税入れるとまあ90万ぐらい近いんですけども、もまあ、すげえ高くて。 あのー、うわーと思いましたけど、まあめっちゃかっこいいし、めっちゃかっこいいし、乗り心地ね。まあに今回ホイール20インチにインチアップして20インチにしたんです。純正が19インチだったんですけど、ホイールが20インチで、で、ホイールでかくしてるんですよね。車高も下げてるんだけど、乗り心地めちゃくちゃ良くなって、で、その車高調っていうね、その足回りの、あの、まあ部品があるんですけど、それが、それも50万ぐらいしたやつなんですよ。めちゃくちゃいいですね。 純正の日じゃないですね。あとタイヤもね、横浜のタイヤのア,、まあ、アドバンスっていう、まあ、その、ちょっと高いやつなんですけど、そのね、昔その GT-R で横浜の、まあ、基本的にブリジストンのポテンザをずっと履いてたんですけど、一回だけその、横浜のアドバンスだったかなその横浜のその、まあ、タイヤメーカーさんの、ま、種類があるんですけど、それを履いたことがあるんですけど、そのタイヤがね、まあ、柔らかいというか吸い付くというか、めちゃくちゃいいんですよ。 だからもうね、多分ね、タイヤはね、横浜のブリジッソンじゃなくても、横浜のそのアドバンスですね、ずっと。いや、めちゃくちゃいいですね。ほんと、路面にクワーって、くやっぱ吸い付いていくる。ただ、あの、スポンジがちょっと、タイヤがね、ちょっと柔らかいので、ヘリが、まあ、GT-R につけてた時も、あ、これいいなと思ったんですけど、ヘリが超速かったですね。まあ、とりあえず、ま、そんなにね、R みたいな感じの走りはしないので、あれだと思うんですけど。 いやあ、めちゃめちゃ整いましたね。ようやく。すげえかっこよくなりましたね。また久保さんのとこ行きますよ。そう。あ、そうそうそう。来週か来週ちょっと来週、ちょっとまた移動するんで。うん、来週、久保さんは、またちょっとは、練習、あの、連絡します。ちょっと、もしかしたら、よ、寄れるかもしれないので。来週、どうすかはい。またちょっと連絡しますんで。 多分ね、月曜移動、月曜移動しようかなと思うんで、久保さんとこ夜としたら12ぐらいかな。まあ夜としたら12、13あたりですかね。まあ時間は、まあ12かな。11移動したとしたら、12かな。う ちょっと十二日、一応、まあ、すみません、12日どうですかっていう。まあ、ちょっと変わるかもしれないですけどね。もし、空きがあれば、お伺いしてまたなんか、対談できればなと思います。<laughs> その、ギブテイクね。ギブ、ギブかける無限みたいなね。<laughs> そう。うん。いや、でもね、久保さん、めちゃくちゃかっこよくなりましたよ。めちゃくちゃもう全然違う。 全然やっぱね、全然違います。超高くなった。いや、でも高かったね。やっぱ、あの、で、あとブレーキも変えたんですよ。ブレーキ変えて、ブレーキも変えて、まあそれも7万ぐらいしたんですけど、だから結局全部結構変えたんですけど、350ぐらいですかね、多分、トータルで。だから350ぐらいで、まあ、工賃とか、まあ消費税入れると360、まあ、か。 70分かんない。まあ、まあ、ちょ、それぐらい。もう400はいってないですけどね。多分350はちょっと超えてくると思うんですけど。で、車体代が570ぐらいだったから、ま、あ約1000万ぐらいですかね。まあ、あ本当にまるっとね、GT-R の売れたお金が <laughs>、まるっと消えましたね。まるっと <laughs>、まあ。ま、あそもそもはね、あの GT-R で僕は儲けようっていう気持ちが一切ないので <laughs>、 あのー、まあ、買えたって、車もただ買えたってだけですから。うん、ただまあ、ラッキーだったんですね。うん。うまあ、ビジネスでしっかり僕は稼ぐんで。いや、でもね、良かったっす。すげえ、ホイールもね、めちゃくちゃ悩んだんですよ。何にしようかなと思って。まあ、良かったっす。装着したらやっぱ全然別人ですね。めちゃくちゃいいっすだめちゃくちゃいいすよ。<laughs> クーラーも効くしね。クーラーも効くし、快適だし <laughs>。まあ人生ほんと何があるかわかんないですね、久保さんね。僕がね、1000万クラスのね、まあ、車体は1000万じゃないですけど、まあそういうね、改造して、1000万クラスのね、だって3か、3、4買った時は、500万ぐらいか、あれも。当時。ね、まあちょっと今値上がりしまくってるんであれなんですけど、500では3、4買え、今買えないですけど、当時ね、10年前買った時は、 500、確か60ぐらいだったかな。だからまあ、車体代に関しては、Z と一緒ぐらいですね、多分ね。うん。まあ、まあ R はね、だから R も奇跡ですよ。3、4も。だで、しかも僕はその、v スペック2っていうね、その別にそこは気にしてなかったんですよね、買うときに。たまたま黒の、で黒は欲しかったんだけども、 v スペ2っていうところは別にね、あの、なんだい、全然どうでもよかったんですけどね、たまたま v スペ2だったんですよね。で、なんなんですかね、その3、4が値上がりして v スペ2がもうね、プレミアになって、23万キロ走ってあの値段で売れるってまあまあないですからね、普通の車なら。<laughs> うん、奇跡ですよ。本当僕は奇跡だと思いますね。 昔、その、中古屋さん、まあ、中古屋さん昔、あの、の話をしてましたけど、昔なんか安い GTR なんかね、100万仕入れ、って言ってましたからね。100万で仕入れて300で売るみたいな。だから、昔安い34は、GTR34 は300万台で売られてましたから。もう、10年以上前ですね。15年とか20年前か。安いやつは。それがね、今ね、もう、ほぼ1000万以上ですからね。 V スペ2のものがいいやつだったら3000万超えてますからね。V スペ2の走行距離が2万キロとか、そのあたりだったら3000万超え、超えですね。うーん、まあ、人生何があるか分かんないですね、久保さんね。本当に。い <laughs> ってらっしゃい。